いつもご視聴ありがとうございます。今回は高速道路を走った時にこのように虫とかいろんな汚れがですねこびりついてしまっているので、これを取るために洗車したいと思います。前回スバルに点検で出した時に間違って洗車機を通されてしまったんですけれども、コーティングがちゃんと残ってるかどうかというようなことも確かめたいと思います。こういうなんか虫の汁とか結構こびりついてますね。まずこういった汚れが水洗いだけで落ちるかどうかですよね。通した後の水はじきはやはりちょっと落ちてるような気がします。かけなくても少しずつは効果が落ちてくるとは思うんですけどね。やはり施工した直後のトゥルントゥルン感はないですね、残念ながら。気になっていたこの黄色い虫の汁の跡ですかね、これがカーシャンプーでは取れないですね。カーシャンプーでは取れなかった黄色いシミを専用クリーナーと専用コンディショナーで取っていきたいと思います。専用クリーナーで取れなかったのでスクラッチクリアを使いたいと思います。コンパウンドが入ってるんであまり強くこすると傷がいってしまうんで注意が必要なんですけども、小傷とかも消えますし効果はあると思います。結構しつこかったですね。コンパウンドでこすったのでコンディショナーで整えておきます。